アゼルニジピンは、ジヒドロピリジン系のカルシウム拮抗剤の一つである。商品名、カルブロック。日本の産協が開発した L、L マイナス型カルシウムチャンネルを阻害して、血管平らな目筋の弛緩効果を示す。ニカルジピンとは違い、服用後の効果発現が緩やかで、高圧効果が長く続き、心拍数を上昇させない、オルメサルタンメドキソミルとの合剤がある。 高血圧症は増量系、抗心菌剤、HIV プロテアーゼ阻害剤、コビシスタットを服用中の患者には近忌である。添付文書に記載されている重大な副作用は、肝機能障害、横断、防湿ブロック、ホラテシ、除脈である。使用成績調査での副作用発現率は 3. 5、3.5%であった。低濃度では、アゼルニジピンは L、L マイナス型カルシウムチャンネルを、 選択的に阻害し、N マイナス型カルシウムチャンネル及び T マイナス型カルシウムチャンネルを阻害しない。アゼルニジピンを単回傾向投与すると、血圧は徐々に低下し、投与後から6時間で最低値を示し、その後徐々に元に戻る。アゼルニジピンの使用性が高いので血管組織への親和性が高く、血中濃度のピークより遅れて、血管組織内濃度がピークを迎え、 血中濃度が低下した後も、血管組織内に滞留する。血小レニン活性にはほとんど影響を与えない。血圧の低下にもかかわらず、主要臓器の組織血流量は維持され、腎臓では血流が増加する。アゼルニジピンは圧需要体反射を生じがたい上、心臓に直接働きかけて、若干の心拍数低下をもたらす。しかし、 防湿電動知延や心収縮力低下は生じ、がたい。またアゼルニジピンは強力な抗酸化物質であり、動物実験では動脈硬化抑制効果を持つ。ありがとうございます。